韓国で起きた機密情報漏洩事件。そこから波及していくサムスン電子の衰退と、世界で大きく動いている半導体事業。ムン・ジェイン前政権の大失敗で、韓国は経済の崩壊へまっしぐら。さて、これから韓国はどうなっていくのでしょうか。現在社会で生きていくために、インターネットは欠かせない存在になっています。これまで様々な情報は新聞、雑誌、テレビが中心でしたが、最近では多くの人々がネットニュースや SNS を利用しています。そしてインターネットを大いに活用する私たちの生活になくてはならないのが、スマートフォンなどの電子端末ですよね。この誰もが持っている電子端末、実はその中に頭脳とも呼ばれる重要な精密機械が使用されています。そしてこの電子端末の頭脳となる部品をめぐって、ある国において国家存亡にも関わるとんでもない事件が起こっているんです。一体どのような事件なのでしょうか。というわけで、今回はある国で起こった重大事件と国の未来を壊しかねない緊急事態について解説していきます。それでは行ってみましょう。2023年1月17日、世界初の超臨界半導体装備、中国に流出。韓国人グループ5人を逮捕。という衝撃的な見出しを出して、ネットニュースである事件が報道されました。このタイトルを見ただけで、かなり闇の底でうごめくような不穏なものを感じますよね。それでは、この事件の内容について詳しく見ていきましょう。この事件に大きく関わっている容疑者としては、韓国の半導体洗浄装備メーカー、セメスの元社員だった A、セメスの協力会社員である B、中国籍の技術流出ブローカーとなる C となります。セメスは、韓国でも最大手メーカーとなるサムスン電子の子会社です。サムスン向けの半導体洗浄装置や、エッチング装置を開発、設計、製造していました。この事件の中心となる人物は、セメスの元社員 A です。彼は、2016年にセメスを退職して、2019年に自身で会社を設立。それから3年後の2021年6月に、セメスの協力会社員 B から、セメスが製造する半導体洗浄装置の図面を受け取ったのです。この秘密裏に渡った図面は、もちろん、外部には一切公表されていない重要な図面。いわば、セメスの超重要機密にあたるものです。この図面を不正に入手した A は、受け取った時点でアウトなのですが、あろうことか、中国の技術流出ブローカーである C に流してしまいます。さらに A は、中国の半導体メーカーに、超臨界洗浄装置を10台も納品という技術移転をして、契約を結んだのです。超臨界洗浄装置とは、半導体などの超精密で微細な構造のものを、変形、破壊させることなく洗浄、乾燥できる装置を言います。この機械を売買しただけでなく、製造技術まで提供するという念の入った行動、さすが裏社会を渡る人物ですね。ちなみに、この超臨界洗浄装置、1台あたり248億ウォンで、日本円にすると約26億円にもなります。これを10台売ったのですから、ざっと250億円ほど儲けたことになりますね。スウォン知見防衛事業産業技術犯罪捜査部では、A らを産業技術保護法違反、不正競争防止法違反、つまりは営業機密を国外に漏洩させたとして逮捕起訴しました。ちなみに、主犯の A には、自身の会社資金27億ウォン、日本円にしておよそ3億円を横領した余罪もあるようです。合計すると、とんでもない金額になりますね。この事件について、検察関係者は、半導体設備部分の技術競争力低下は、親会社の半導体生産競争力低下につながり、産業全般にわたって、数兆ウォン以上の被害が韓国国内で発生する可能性がある。と話しています。韓国の主要産業は、電気、電子機器、自動車、鉄鋼、石油化学、造船です。そして、その中でも、韓国の主要産業の核になっている半導体の機密情報を中国に流すということは、結果的に韓国産業を壊滅させることにつながる可能性もあるのです。そうです。今回の大事件というのは、
このようなサムスン電子子会社の元社員による機密情報漏洩事件だったのです。サムスン電子といえば、世界的にも名の知れた大企業、誰もが知っている韓国経済の中核を担う会社です。スマートフォン、テレビ、メモリー半導体など様々な電子機器を製造している企業で、なんと UKL ディスプレイにおいては世界シェア1位を誇っています。日本でも人気のスマートフォンギャラクシーを作っているのもサムスン電子ですね。しかし、この元社員 A が起こした機密情報漏洩事件があった後、この事件が影響したのか、またはサムスン電子そのものに問題があったのか、2023年に入ってからはサムスン電子の業績が著しく悪化しているようです。韓国産業、そして経済の中心を担うサムスン電子に一体何が起こったのでしょうか。この件についてはネットの記事で詳しく報じられていましたので紹介します。2022年、サムスン電子の第一四半期の売上は過去最高の 77.8 兆ウォンに達していました。好調な出だしを切ったサムスンでしたが、第2四半期以降になると少しずつ売上が減少していきます。そしてついに第3四半期になると営業利益は減少に転じてしまったのです。第4四半期になってもその勢いは止まらず、前年同期と比較してなんと 60% 減にまで落ち込んでしまいました。これは2014年以来の低水準、経営陣にとっては想定外の出来事だったようですね。こうなってしまった背景にはいくつかの要素が考えられます。その一つ目として考えられているのが、世界的なメモリー半導体の市場悪化から来たものです。サムスン電子はデータの一時保存に使われる DRAM において約 43%、 難度型フラッシュメモリーでは約 34% と、メモリー半導体の分野では世界トップシェアを誇っています。ところが2022年になると DRAM の価格が8ヶ月連続で下落、難度型フラッシュメモリーの価格も伸び悩んでいました。その上にアメリカの金融引き締めによる市場の悪化も大きく影響し、さらには個人消費も減少しています。そしてメモリー半導体のみならず、スマホや薄型テレビなどといったサムスン電子の主要製品全体でも需要が減少する事態になってしまったのです。その結果、サムスンが扱う製品全体において大幅な値下げを余儀なくされてしまいました。次に考えられる2つ目の理由は、世界に先駆けて着手していた事業が他国に追い抜かれてしまったことが挙げられます。サムスン電子では電子機器の頭脳とされるロジック半導体3ナノチップの量産に先駆けて着手していました。しかしこれはあくまで韓国内での販売と中国向けに作られたものでした。ですので世界シェアには程遠い状況だった上に、半導体製造で世界トップクラスの台湾企業 TSMC の登場が脅威となったのです。 TSMC はアメリカ政府の支援強化を受け、アリゾナ州に3ナノチップ生産ラインを建設。さらに2022年には台湾国内でも量産を開始します。実は台湾の半導体事業を支援しているのはアメリカだけではありません。 EU、 ヨーロッパ連合、日本、そして中国までもが台湾の半導体事業に期待し、多額の支援を行っているんです。世界的に市場の大きな国からの援助を受け、さらにはその品質も世界で認められたこともあり、売上も右肩上がりに伸びています。その証拠に iPhone など様々な商品で世界的シェアを握っている Apple 社も TSMC 製の3ナノチップを採用しているんです。スマートフォンを取り上げてみても、質の高い頭脳を搭載した製品ということもあるのか、韓国製のスマホよりも動作が安定している感じですね。これまで世界トップシェアで走り続けてきたサムスン電子でしたが、ここに来て他国に追い抜かれた上に市場に見放され、急落の一途に陥っています。こんな緊急時に企業が潰れないように動いてくれる国ならいいのですが、サムスン電子の売上低迷に引きずられて韓国全体の経済まで落ち込んでしまう始末。一企業の売上減少が国家にまで影響するという、まさにどこまでおんぶに抱っこ状態なんだと呆れてしまいますよね。ここからはサムスン電子の売上減少が韓国全体にどのような打撃を与えたのか見ていくことにします。
韓国が経済発展していく上で、サムスン電子の業績拡大はなくてはならないものでした。韓国政府は、サムスン電子の輸出が増えれば経済全体が成長し、国内の雇用と所得環境が安定すると考えたのです。ところが、ここに来て、韓国は中国企業の追い上げに直面します。サムスン電子が得意としている分野、スマホ、デジタル家電、メモリー半導体、UKL ディスプレイ、それに加え、電気自動車の分野においても、中国企業の生産体制が急激に強化されたのです。今や、世界中のどの国からも必要とされる半導体、どこも喉から手が出るほど欲しい部品です。できることなら、自国で製造できれば困らないのですけどね。こんな世界情勢の中で、韓国の半導体に関する情報を、あろうことか、パクリがお家芸の中国に流出してしまう事件まで起こったのですから、世界から不要国扱いされても当たり前なのでしょう。そしてその影響で、これまでは、サムスン電子の上顧客だった中国企業が、今では、立派な競争相手になってしまいました。それでは、ここで、サムスン電子の売上減少に伴う韓国経済の現状について、ネット上に寄せられたコメントをご紹介します。失われた30年突入。正直もう経済成長は終わったと思う。残ったのは電気自動車だけど、中国市場にはもう参入できないようだし、サムスンが世界市場で押されれば韓国経済は衰退する。その波及効果は資産市場に直撃弾を食らわすだろう。日本と台湾の連合は韓国の半導体産業において強力な脅威になると見ている。 TSMC は今年第3四半期時点で2兆7000億円の売上を達成し、サムスン電子の売上を超えている。ここに日本が持つ素材製造技術が加われば、ファンドリー業界では無双状態になる。そうなるとサムスンが大変なことになってしまう。半導体業界関係者が、我が国の前政権が日本との関係を急激に効率化させた。そのため協力を得ることが難しい状況だ。この隙をついて台湾が日本と手を握り、連合戦線を構築してしまった。我が国の半導体産業にはもはや勝ち目はないと話していた。つまりムン・ジェイン前大統領のせいでこの国が終わるということだ。全世界は半導体市場を先取りしようと政府レベルで力を注いでいる。しかしこの5年間、ムン・ジェイン前政権は投資どころかサムスンの足を引っ張って逮捕させたのだ。だから韓国が半導体市場から追い出されていくのは当然だ。輸出、技術、人材、企業競争力の強化で生計を立てなければならない韓国。それなのに金持ちと大企業を悪者扱いし、むしろ国家競争力を後退させたドジなムン・ジェイン前大統領とその追従者たちのせいでこの国はおしまいだ。韓国内ではムン・ジェイン前大統領への批判が高まり、ムン・ジェインのせいで韓国はおしまいだと嘆く声も多く聞かれるようです。日本の技術がなければ韓国は今でも農耕文化。気の毒だが基礎材料は日本に頼らざるを得ない。半導体の材料分野では韓国は中国以下。韓国は純度がまだ達していなくて歩止まりが低いだけ。でも使うことはできる。中国はこれまで半導体は輸入に頼っていたようですが、韓国がポンポン機密情報を流してくれたおかげで開発技術を得ることができたようですね。こうなればもはや韓国はお役御免でしょうか。かわいそうに。サムスンは日本や台湾関係なく終わりかけているよ。昔はサムスンのドル箱だったメモリー半導体は深刻など他国が作り始め価格が急落。もう儲けが出なくなっている。ムン・ジェイン前大統領がオーナーを刑務所にぶち込んでいたから、サムスンの未来への投資も滞っていた。もう
サムスンは没落するしかないけど、彼らも一緒に終わっていくだろう。こういう報道が増えてきたよね。これまでは実際は厳しい状況でも、我が国は世界一って報道していたのに、もうそれを隠すことすらできないということかな。彼らはもうサプライチェーンから外された。しかもメモリー半導体しか作れないのだから、何をやってももう無意味。今さら彼らの政府が大規模支援したところで無駄。まず政府に資金がない。こんな状態なら日本はもう韓国に部品を販売するのはやめた方がいいかもしれませんね。コロナ禍における働き方改革において、在宅ワークやワーケーションなどといった新しい仕事のやり方、働き方が私たちのライフスタイルにも取り入れられてきました。この時代の変化も実はサムスン電子に打撃を与えたのかもしれませんね。コロナ前にサムスン電子は液晶パネル生産から撤退を予定していたそうです。しかしコロナにおける時代の流れに合わせ、液晶パネルの生産期間を延長しなくてはならなくなってしまったのです。今は経済不振であえいでいるサムスン電子ですが、これからの時代では電子機器の需要がなくなることはないでしょう。もう少し頑張って辛抱すればよかったのに、ここでも韓国企業らしい行動をとってしまいました。なんとサムスン電子は経営不振による人件費削減のため大規模なリストラを決行してしまったのです。その結果、リストラにかかった費用の方が高くついてしまったとか。その上に優秀な人材をクビにしたために収益力まで悪化することに。このままサムスン電子の売り上げが伸び悩むことになれば、株式を転売する投資家も増え、韓国全体の株式市場も下落することが予想されます。こうなるともう抑えが効きませんね。ちなみに日本でも世界的な半導体不足や経済安全保障から、近年になって半導体の国産化を推進する動きが活発になっています。2022年11月に日本の経済産業省は日本における半導体産業を活発化させるための研究開発組織を立ち上げると発表しました。この事業にはキオクシア、ソニーグループ、ソフトバンク、デンソー、トヨタ自動車、NEC、NTT がそれぞれ10億円、三菱 UFJ 銀行が3億円を出資しています。今のところ、世界からは遅れをとっている日本の半導体産業ですが、メイドインジャパンの半導体を使用した製品の登場は、すぐ目の前にまで来ているように思えます。いかがでしたか？日本でも期待の大きい半導体の国内生産。しかし、日本政府の現状は、海外への支援には税金を惜しまず使うので、いつ韓国に投資すると言い出すか分かったものじゃありません。日本の政治家や経済界の皆さんには、韓国という国は恩をあだで返す国だということを決して忘れないでいてほしいと思います。韓国などではなく、日本国内の産業にどんどん投資してほしいものですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃーん。